はい、この動画では PowerPoint 2016から新しく追加されたデザインアイデアという機能について解説をしてみたいというふうに思います。で、この機能はですね、言葉で説明するよりも実際にやってしまった方がわかりやすいと思いますんで、早速ね、この画面使ってね、そのデザインアイデアという機能を使ってみたいというふうに思います。で、このデザインアイデアなんですけども、このタイトルスライドで使う、機能になります。で、このタイトルスライドの方に写真を入れた時に、使う機能になるので、今このね、タイトルスライド、開いてますんで、この状態で、この上の挿入タブですね、こちらをクリックをしてもらって、で、この画像グループのところの画像というボタンですね。ここをクリックすると写真をね、入れることができますんで、じゃあ今回この、このコアラの写真を入れてみたいと思いますんで、このコアラを選択して挿入ボタンをクリックして、画面を入れます。はい。で、そうするとですね、しばらく待ってると、このタイトルスライドに写真を入れた時に、だけですね、今画面で見てもらっているように右側にこのデザインアイデアというのがね、自動的に出てきます。これがこの機能ですね。で、これ今見てもらってわかるように、このタイトルスライドに入れるとですね、自動的にこのデザインアイデアという形で、こういった形にするといいんじゃないですかというのを、いくつか候補として出してきてくれます。なんで、例えば、じゃあこれをクリックすると、こんな感じでこのね、コアラの写真がこういうデザインされて入りましたと。で、こう切り替えることによって、こう、ちょっとね、簡単にデザインされたこうスライドができるという形ですね。こんな感じ。はい。これはですね、もちろん自分でデザインを考えてね、そこに写真を入れ込んでもいいんですけども、こういうのをね、考えたりとかするのがめんどくさいという方にとってはですね、非常に、デザイン、綺麗にデザインされた、スライドというかタイトルスライドになると思いますんで、非常に便利な機能だとは思いますんでね、うまくこのデザインアイデアっていう機能も使ってもらえるといいのかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。